おはようございます。スリコー TV です。冬のストーブリーグ楽しんでますかっていうことでね、まあルアーのチューニングパーツとかね、いろいろ小物とかね、買ったりするのも好きなんですけども、今回紹介したいのはね、これね、ちょっとね、見つけたら買うようにしてるんですけども、デプスのですね、コロラドブレードっていうことで、サイズはね 3.5 とあとサイズ4っていうのね、こんな感じでね、買ってきましたけども、まあこのブレードはね気になりますよね。なんかね、まあもちろん細かい鱗模様とか、この目ん玉とかねついてるってのもいろいろありますけども、なんかね、これを売ってると、で色違い売ってるとね、買い足したくなっちゃう、そんなブレードなんですよね。例えば NZ クローラーのここにいたりね、まあこういう感じでね、ついてたりするんですけども、結構投げたりぶつけたりしてね、こう曲がってしまったり、目ん玉が取れてしまったりとかね、あるんで、まあそういうのをね、交換するのにもね、必要だなっていうところと、あとはね、これなんですよね。これなんか山田先輩にね、ブラックバス用にね、チューニングしてもらったフロッグなんですけども、ちょっとね、細かいところはいろいろあると思うんですが、ここね、ここについていたりっていうことで、まあ後ろにね、こうやってブレードをつけてね、魚を引き寄せるっていうのは非常に有効なね、アピールになるんじゃないかっていうこと で、そんな時にね、こう各ね、カラーね、本当はね、シルバーとかが欲しいんですけども、なかなかね、これね、ないとないんですよね。釣り具屋さんで買おうと思って、これなんか結構昔のパッケージだったと思うんですけどもね、デッドストックもの見つけたんでバシッと買ってね、で600円でね、5枚ぐらい入ってるのかな、こっちも630円で5枚ね、だいたい600円前後でこうやって5枚ずつぐらい入ってるんで、そんなね安いものではないんですけども、これじゃないとねダメっていうことで、実はね、結構あるんですよね。ロデオクラフトのあのルアーなんかにもついているっていうことは、絶対これなんだよなっていうね、そんな感じでね、買い足しております。まあね、ちょっとね、時間ある時にこれね、慎重に愛を開いてここら辺侵害するもよし、あとはね、こうやってね、フロッグチューニングして、でブレードチューンする時なんかに使うのもよしっていうことで、まあここら辺はね、見かけたらね、買っておいたら絶対損はないんじゃないかななんていうブレードになるんですけども、こんなね、シルエットくっきりはっきり出そうな黒っぽいカラーと、あとはね、こんなカラーが準備されてるのもいいですよね。これ金じゃなくて、コパーっていう色ですよね。こういう感じの色ね。で、まあここら辺は定番のね、シルバーかゴールドかって考えてね、ゴールドね、こんな感じの3袋、あとサイズ違いを入手っていうことで、結構ね、デプスのこのブレードね、本当アピール力とかね、あとはまあ本当何しろ魚がよく釣れるんで、ちょいちょいね、ここら辺をね、ルアーの尾っぽにつけてですね、アピールしていこうかななんていう風に考えております。というわけでね、今日はね、これを使って改造っていうわけじゃないんですけども、見かけたら買いですよっていうことでね、デプスのですね、このコロラドブレード、これを3種類買ってきて、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。